ろは外国語学校、日本語らしい日本語に。ベトナムの果物は多様性に富んでおり、特徴的で美味しいものがたくさんあります。今回、日本にあまり馴染みがない独特のベトナムの果物をいくつか紹介します。アボカド、パイナップル、マンゴ、グアバ、ドラゴンフルーツ、マンゴスチン、パパイヤ、ドリアン、スターフルーツ、ランブータン。とそれでは、ベトナム語で同時部位ですが、その の違いがお分かりですか？外見は似ていますが、非常に甘いのがベトナムのブオイザーサインで、日本語ではザボンと呼ばれます。一方、苦味のあるのがグレープフルーツです。ベトナムを訪れた際にはぜひ食べてみることをおすすめします。最後になりますが、皆さんにクイズで下にごコメントをお願いします。